はいどうも、おはたみなみちゃんです。突然ですが皆さん、蒸気船ウィリーなどのこの古いミッキーの著作権が切れたことをご存知でしょうか。今まで法律で守られてきたミッキーですが、著作権が切れた影響で色々と好き放題されているようです。今回はそんなミッキーの合法マットを皆さんと見ていこうと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価をしてから見てもらえると嬉しいです。まずは悪意が全くない白黒のウィリーをカラーにした動画をご覧ください。まずはカラーになった蒸気船ウィリー、綺麗だねー。でも著作権って本当に大丈夫なのこれ多分動画上がってるってことは著作権大丈夫です。スチームボートウィリー、蒸気船ウィリー、上映開始ですね。うわーすげー、なんか魅了されちゃうね。初めて白雪姫とかのカラーアニメーション見た人もこんな気分だったのかな。お、ミッキー青い、これはこれで似合ってる。この曲はホラーゲーム好きならわかると思うんですけれども、カートゥーンマウスの有効の BGM と同じものですね。ていうか元ネタがこれです。いやー本当に色塗りが綺麗で世界観に引き込まれちゃうね。いや内臓どうなってんのこれ。調子乗るんじゃねえって言ってんのかな今のミッキーじゃ見られないぐらいのやんちゃっぷりだよね。ざまみろーって感じなんかな。今だったらこういう役完全にドナルドだもんね。ミッキーにあんまりやんちゃさせられなくなっちゃったもんね。これね、昔チョコレートかと思って見てたんだけど、調べてみたら紙タバコっていうタバコの一種らしいね。噛んだ後は飲み込まずにペッてするみたいだよ。ということで著作権が切れてカラー化された蒸気船ウィリー、いかがでしたでしょうか。ここからは悪意が含まれているものを紹介したいと思いますので、苦手な人はブラウザバックをお願いします。続いては30秒ほどのアニメを5本連続で見ていきたいと思います。次はミニーがメインの蒸気船ウィリーのアニメか。うわーミッキー悪いかもしれない、絶対なんか変なこと起きる。最悪モザイクかかりますねこれ。怖い怖い怖い、年齢制限の壁が怖い。あーでもよかった、 R18 みたいなことが起こんなくて。次は2本目、右のミッキーかわいいな。さあ見ていこうか。もう怖くないと思ったらいきなりジャンプスケア来たんだけど、こんな怖くないジャンプスケア初めてだけど、油断しながらびっくりした。やばいぶつかる。さあ次は、あ、多分まずい。あーこりゃダメだ。聞い取り直して次行こうか。もうすぐ2024年になりますよみたいな感じか。ゼロになるとミッキーの著作権が切れるわけね。あーそっか、先にプーさんの著作権切れてんだ。残りゼロになるとミッキーの著作権も切れるわけか。俺みたいなやつがワンサカ来ると。次はアニメ系の最後のものですね。片手運転で危なくねえのこれ。ほら撃たれた、言わんこっちゃない。はいということで、蒸気船ウィリーのアニメでしたがいかがでしたでしょうか。どうやらね、蒸気船ウィリーのゲームもあるらしいんですよ。なのでそれのトレーラー予告編みたいなものを見ていきたいと思います。2本続けてお楽しみください。さあ次はゲームのトレーラー。マジでやりたい放題だな。ミッキーなんか変な動きしてる
コンペンと違って結構繊維いるね。ガッシャンガッシャンすな。あー、あったな、あったな。本編でもこういうところあったわ。うわー、これ敵か。モーティマーっぽいな。猫ぶん回してる？まあ本編でもあったけどさ。めっちゃおもろくないか、このゲーム。味方殴ってる、これ。味方も殴れんの？なんとなくミッキーマニア思い出すな。うわ、怖っ、バラバラじゃん。マジで何でもありになってんな。うわ、きたね。こりゃもう次回のスマブラミッキー参戦だわ。続いてはこちら、ホラーゲームのトレーラーなので気をつけて見てもらえればと思います。もうここまで来たら原作リスペクトも何もないよな。ミッキーのシルエットだ。うわー、キモー。もはやこれミッキーとは全く関係ねえじゃん。やばい、後ろからなんか来てる。なんか第五人格できそうなミッキーになったな。怖すぎる。ゲーム名にスチームもボートもウィリーも入れてないところが、まあまだ心象いいね。なるほど。最後が映画のトレーラーですね。見ていきたいと思います。アメリカのピザ屋とかなんかこんな感じだよね。こっからホラー展開になるって思えないんだけど。船子も映画出てたよね。こんな感じなんかな。うわ、なんか一気に雰囲気変わるぞこれ。きっとそこでやってたのが蒸気船ウィリーと。はあ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 。予告編だけどジャンプスケアとか来るかな。やつから逃げてみたいな感じかな。やばいやばい、後ろにいるって。ミッキーが人を襲ってる。これ日本で上映されるのかな。今暴かれるミッキーマウスの衝撃の真実みたいなこと。こんなミッキーいてたまるか。なんかプーさんよりチャッチく見えるな。はい、ということで今回は著作権が切れたミッキーマウスがいろいろと大変なことになってるということでしたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おっさみっ。